第1回紅白戦始めたいと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあ俺あずきさんチームだからそっち入るわ。分かった。じゃあ開幕、ちょっとマイク持ち2人で対戦という、誰もマイクを持たないというわけのわかんない状態になりますけど、よろしくお願いします。あ、よし、セルフ実況します。しゃあ、何がジジイやねん、ぶち殺すわマジで。早しねえなあ、どうしようかな、マジキャラやん。うわやめて、チン分かれへん。マジ、ちょっともうちょっと頑張って、マジすぐ死ぬから、すぐ死ぬから。へいほい、あー無理、やめてやめて、あー無理無理、見えるか、見えへん見えへん。あー無理、ちょっと待って待って、あかんが、死ぬ死ぬ死ぬ、ゲージないか。はいはい、あー無理、はいはいはい、暴れるよ、はいはいはい、あー下手くそ、はい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 、うますぎる。埋めればよかったな、コンボだけはうまいんだ。そうなんだ、いいよ、楽しいキャラ出てきたよ。はいはい、あーこいつ、あー切れそう、待って待って待って、死ぬって、青やめて、あー無理、立て。こいつマジでこいつよ、しょがりか。初心者だよ。へいへい、あすごい、あー無理、マジでこのキャラ、おいもう勝利拳打った、俺勝利拳打ったよ今、勝利拳波動拳、はい、うますぎるこの投げ、あーくそ技、あー我慢できん、ソロ。マジソロ。そうです、タニスはこっちのチームです。はい、ゴミみたいな試合が見れましたかね。うん、ちょっとまずかったね、弱いね。さあ続きまして、うちのチームタニスさんが出ていきます。どっからでも来な、いやーおじさんなら殺してくれるでしょ、さすがに。さあジジイ君、同じくキャラが先方が誰で来る、悩んでいるが、キングバイスシン、おっと相手によって順番を変えていく。今日対キング、フェノム打って牽制、ゲージ相手にたまるかを構えなし、フェノストライク固めてゲージをダメージを取っていく、遠距離戦、さあ飛び込むにはフェノムが邪魔、ここは通ってフェノム若干安いけど、 NC が強い、ぶっ倒し通って投げを外す、エンバライは飛んでフェノムが当たる、一方的にキングが攻撃が当たる。さあおじさん、これは困っている、タニスさんがかなり攻めあぐねているが、一発通す、表強ならここから3割4割持っていけるか、ノーゲージ秘めて、さあここから置き攻め、表強の置き攻め、吹っ飛ばしで回避されて、今のはめんどくせえだ、あーここ取って EX ソウルつなぎ、トルネードガードしてしっかり禁止から、おっと距離が届かないか、届かないが投げ落として先方戦、タニスさん、さあ続いて出てくるのはバイス、
おっと EX は出ないか。さすがに出したい。上から乗って88を出し切る。このぐらい空面で切り勝ってちょっと浴びを通したな。表表おぼろ75おぼろ。おっと音焼きは出ない。88から闇を後手で返して EX ことづき投げていく。おっ EX 通って、さあ取り返していくバイス。まあ今日としては半分減らしたので仕事はしたと言えるでしょう。さあレオナ、おじさんのレオナがどこまで活躍できるか。上から上から乗って D を振る。さあ後手状態、タメキャラにはなかなか飛びづらい。おお EX が出なかったか、出さなかったか。さあ拾っていく発動。さあどこまで減る、ゲージは1本しかないぞ。どう締める、スプラッシュ締め、落ち攻め、ドッケンは暴れで潰していく。吹っ飛ばしからグラセ、さあ吹っ飛ばして逃げてギアリング爆弾からの攻め、飛んで飛んで打って、爆弾したがイヤリングを投げている。おしゃれ。空対空競り勝って。さあ大将チーム下に切り出した。上から乗ってここでパナスかと言っている相手にパナンしていく。ドライブ吐いてゲージ吐いてしっかり殺し切っていくでしょう。さあ残った、どうなるこれは。ゲージだけ吐いて投げが通る。さあゲージ状況的に谷さんより爪より冷たいチン。さあゲージはフルマックス、ほぼフルマックス。1回通れば壊せるか。さあどこまで減る、4ゲージ。さあコンボミステイク、リクスクラケン、クラケンもう1回ぐるぐる通って空中くらい、息がからのクラケン、よりよりガードしている、逃げている。 NDND EX、アキカラス思い出した、クラケンで吹っ飛ばして画面足。さあ橋の攻め、ゲージはないけれど橋の攻めは辛い。ジャンシーで空タイプ、なんだ今のユリオリ嘘くせえ。わあ小足に当たっている、ドライブ吐いてもう一回吐くのか、吐いた、ゲージ一本溜まる。これは出なかったがジャンブットをして勝っていったのはジジイに2人抜き。さあ私のチームあとナナミンさんと穀物さんとヒロヒロさん3名なんですけれども、どなたか出たい方、ナナミン、穀物、ヒロヒロ、てかさこっちなんで、はい、出られますか、はい、当たってます。普通に50円入れていただく形でお願いします。はい、続いては、ヒロヒロさんに出ていただきますと。あ、出ますか。さあ3人目ヒロヒロさん、サイキ、ベニマル、キム、イケメン揃いです。さあコンボいっぱい通って上から上から固めていく。キムがちょっとキングがちょっとわからないか、めくれるんです。キングの通常投げ、ベノムを飛び越えた。エンディエンディ DD、 さあ球を潰していった、投げこすっている。ちょっとキングの対処が分かっていないのか、一方的になってしまった。さあ続いてベニマル、ベニマルといえばライジンループなんですが、さすがになくても強いキャラなのでどこまで活躍してくれるか。ジャックナイフ、
バックステイクかかっている。吹っ飛ばしでバイク取って、さあスライディングが円ミに刺さりそう、上から乗ってめくっているが壊した。クセガノブ居合で暴れて投げられる。さあこれは強そうだ。今のは確定取りたかった。さあたまに投げで突っ込んでしまう。さあやはりどう攻めていいかちょっと分かっていないような感じを受けます。飛んで飛んでライジンで牽制するが、トルネード先端反撃がない。フェノムで近づけず、おっと上からかぶせていく。ダッシュ投げは引き心に化ける。生発動してしまった。さあこれをどうにかわせるか。これだ、ノーマルからは何も追撃できず、投げが後ろに行ってしまう。上から乗って、さあドライブがなくなってしまうぞ。なくなったと同時にベニマルも死亡。さあやはりキング戦対策が分からず殺されている感があります。キム、このキャラでワンチャン掴みたい。ゲージは2本、ドライバーなくても減るキャラです。 NCA 先に落としていく。スライディング、長いな。スライディング、サプライズを使った。インディーから強半月、 TX 半月漏れて、さあスライディング差し込んでいく。ドリドリなくスライディング、ベノムストライク。ここガーキャン前提したいですね。おーマジか今の。ジャンディ投げて、投げ暴れ。さあなんとかなんとか一人を殺したい。三盾は避けたい。殺していきたい。押し込んでいく。おおキンディがすごいところで出ている。三盾は回避。続いて出てくるのがバイス、先ほどと同じ構成。さあわー立ち上げ潰していく。発動してゲージャー2本、これは死んでしまうか。しっかりとアウェイキングブラッドで決めてカットなし3連勝。さあこちらのチーム、あとはナナミンさんと穀物さんしか残っておりません。私が土下座してお願いして出ていただいた穀物さん、そうです、よろしくお願いします。さあここでそろそろうちのチームも勝っておきたい。穀物さんことお米さん、さすがにここ負けてしまうとなかなか厳しい。さあ色が取られている。てめえ俺のカラー取ってんじゃねえとジジイが吠える。ぶち殺すぞと。え言ってない、マジで。あそっか。さあ先方キング変わらず出てくるのは炎。さすがにジジイとやり慣れてはいる、もしくはキング対策はしっかりできているであろうと思われるんですが、禁止で落としていく青い花。さあベノムには落ち着いてガード飛んで吹っ飛ばしを噛み合っていく。遠い NC 飛び防止に機能する。上を見ている C4 に NC が強い。さあおーっとマグロが出るが上で落とす。さあスライディングを出す。おーっとベノムで潰していく。この対空ずらしのベノムがなかなかめんどくさいですね。さあこれはジジイ乗っているか。 EX 八乙女つなげドンからの前転を待っていた。しっかり投げかくらして前方戦炎より。さあ炎が乗ってしまうとさすがにチンパイスでも止められない可能性がある。立っている。
さあ中段見てからしゃがんでしまった。今しっかりノーゲージコンボで殺し切っていく。クソゲーが始まってしまうのか。クソゲー、クソゲーがクソ思って今日演習かくっている、かくっているというかなんか当たったコンボ。もうこれで3割4割5分くらい投げ通って中段を立つ。投げを通して8ガード後 EX でコロコロするが、あっ手見で対空取っている。ドライブはないがゲージがある。さあ技が出ない。レバーをぐるぐる回してボタンをバッシュ叩いてるのに技が出ないし、なんだ今のめくり表落ちか。クソキャラですわさあバイスチン、さすがにここで負けてしまうとうちのチームがもうやばい。先を飲んで攻撃力を上げていく。通ってしまう。ゲージを吐いて1本残す。しゃがみり EX 目ヒマが押して、おお荒らしていく。発動せずゲージを回収、打ってまし通って EX 発動してしっかり殺しきりにいく。ゲージはないがとりあえずは殺せると。投げで締める。しっかりさあ何とか対象戦まで持ち込んだ。バイス同キャラ。さあジジイが色が取られてるから俺は負ける可能性があると。さすがにゲージ差が厳しいか。うわー今のコンボができない。走り込んだ。さあどうなる。ここえさんはちょっとゲージが欲しいか。このゲージ量でわー EX スプラッシュ。ジジイが 1,2,3,4 連勝。そうです、もうこちらのチーム1ムさんしか残っておりませんもう1ムさんしか頼る人がいません。さあまさかのジジイ4立て。こちらの大将ジュースかけてたのこれ。あ、俺らだけ。おお。さあ私のチームの大将、本日プレイヤーネームナナミンということで、皆様ご存知イチムさんでございます。この空手バイス、さすがに5立てとなるとちょっとどうしようかなというところなんですけれども、さあ開幕バットして球打って上から乗って上から乗って A から B から通してあいはな待ってから壊し、さあ暴れ潰しの青いはな通す禁止しっかり伸ばしていく。さあ表からユリよりこのスピードに揺れ見えない。しっかり琴付けで締める。かっこよすぎる。さあすごいスピードで1本取っていった。いやのめくりにいった中段は相打ちで、お2機から2機取ってこれ試合に来てて前転で抜けていく。さあ前で暴れている。しっかり青キャンして勝利で落ちて、おっ落とす止める。さあこのコンボはかっこいい。青を止めで締めて、さああっさりと 2本取られる。これは3立てあるのか。さすがにレベルが違いすぎるか。何払い。さあこのよりはもう何をしてもいいという状態。しかしそこでも甘えずにしっかり立ち回っていく。抑え込んでガクラゲージを半分を削る。エンピ暴れエンピ暴れ闇暴れ爆発で抜ける。
乗って乗って、ちょっと待って、ユリより、さあ余計なダメージを食らわずに追い詰めていく。炎より、うますぎる。投げて、今の投げもやばい。さあ今通っている。いや、お客しっかりゲージャーに放るぞ。これは死んだ、早すぎる。さすがにごたってはできなかったが、勝ったのはナナミンさん。